しょ。うっす、今日も終わりました。今日もね、おつまみ買ってきました。今日はね、この明太子パスタ、いつも食っている、でこれレバーで、これキクラゲと卵の炒めのやつで、チキンの健康弁当、このあたりで食べてきたと思います。ただ今日は私、今日ものすっごい、もうなんかダメな日です。ダメな日です。今日は落ち込んでるっていうか、イライラしてるっていうか、もうクーってもう悔やみってるって、頭の頭脳がもうね、正常じゃないっていうか、いつもはピューってこう正常にこう、安定の波動でこう動いてるんですけど、もうね、そのなんだろう、人のなんかこう大切なものを脅かす事件が起きると、僕黒い方にピシッて触れちゃうんですよ。バッて、うわーって、くてわーって、くーって、もう、うわーって、くわーもう口もね、もうダメなんだ、もうグーって、もうこれグーって毒がもううわーって、もうこの回路がバーンって触れるとダメなの、うわーってイライラして、戻ってこい戻ってこいと思うんだけど、走っても戻ってこない。今日はダメだと思って、今日はそういう日です。もうだからね、おつまみ買ってる時もいつもは正常にちゃんと撮影風になんかちゃんと考えようと思ってても、なんか頭がイライラしちゃって、もうなんかふわーってして、もうなんかいろいろ心配事とかいろいろ頭駆け巡っちゃって、あーってもうなんだろう、噴火状態、もうパッパーって、この辺がパッパーっていっちゃってるの、もうあーって、もういやー、とりあえず飲むけどね。もう、いや、ほんと笑い事じゃねえんだ、今日。ほんとに。よし。いやー、ダメだ。今日の出来事はダメだ。俺はもうちょっと爆発しそうだよ、マジで。ほんとにもう。助けて。あー、明太子パスタ食べよう。俺も、さっきよりもイライラ消えてなくなった。帰りやばかって、電車の中で俺もう暗黒の気持ちだったよ。もうなんかもうなんだろう、ポーポーって、もうこのね、ダース・ベイダーの気持ちだったもんね。なんかもうそういう時ないか。もう俺ダース・ベイダーになっちゃう。ダース・ベイダーが抜けられないんだよな、本当に。もうやらかしてくれたな、まだ収まんない今日は。今日はもう金宮にしようと思ったけどやめた。ダメだ、もうハイボールでいく今日は。いやー、久々よハイボール。ハイボールでけいな、ハイボール。Thank you.
こういう時でも平常心でいられる大人でありたい。なんかね、悪魔みたいな自分が出てくるんだよね。グーってグーってはーってうわーっていうのが出てきちゃうんだよ。なんか耐えて耐えてるんだけど、すごい耐えてるんだけど、ダメなんだよね。あのね、自分が一番怒るのは、怒ってしまうのは、プチってくるのが、大切なものや大切な人、領域を犯されると俺ダメなのね。うん、それ一番ダメなんだ俺。大切なもの、人、領域、自分の大切なしてるゾーンを怪我されると、もうすっごいカチッてきちゃうのよ俺。欠点なんだけど、いつもは結構平静にいられるんだけど、それをね、そのなんだろうな、自分のゾーンをめちゃくちゃに土足で踏み入られてぐちゃぐちゃされると、俺も正常でいられなくなっちゃうんだよね、それが。うん、危ないんだよ俺の側面。ちょっとスケート持ってんだよ、大丈夫大丈夫って持ってるんだけど、なんか違うんだよね、やっぱりこう押さえつけてんだけど、悪魔くんを。10倍ぐらいのことが起きたから、ブワーってもう頭がブワーってパッカーンって、まあ、ブレイキングダウンで頭がもう、もう頭がパッカーンってカーンって始まっちゃって、ブレイキングダウンになっちゃったもん俺。なんだよ鬼野郎みたいな、ダメだダメだって、そうなっちゃうなって思ってても、なんだよとかなっちゃうんだろう。分かってる、そうなっちゃいけないって、そうなっちゃいけないって分かってるんだけど、大切なその物、人、領域を犯してくる、なんかこのなんだろう、エヴァンゲリオンみたいなね、え、エヴァンゲリオン来たみたいなね、え、そういうなんかこう、使徒来たよ、使徒襲来みたいな、エヴァンゲリオン出撃みたいなさ、ブワーンつって、ね、なるじゃん、こう犯してくるんだよ、使徒が。第3使徒、第4使徒みたいな、うわーって行かなくちゃいけないじゃん、バーンって、エヴァンゲリオン出動とか言って、もうそうなっちゃうんだよ。もうほんと心を安定にとか持ってる、そういう時に限って電車の前の若いやつ、20代のなんかカップルみたいなのがもうイチャイチャしててさ、もう顔とかこんぐらい近づいてて、なんか抱きしめ合っちゃって、もうクッて、これくっせえから近寄ってほしくない、もうはーって、もう頭が、ここの神経が今日切れそうだったもん、電車でクッて。もう勘弁してほしいよ本当に。全然あのスポーツマンがどっか行っちゃうから俺、ただのスポーツマンっていう気分がどっか行っちゃうから、もう勘弁してほしい本当に。ありえないことがたまに起こるよね本当に、マジで。この平和な生活が本当にどんだけ尊いんだって思うことが、昨日までの平和の生活がなんで尊いんだって思うことが、なんでそんなこと犯してくるんだよって思うことが来るよね。出来事しかり、健康しかり、いろんなことがそうなんだけど、もうほんと何なんだよって思う。勘弁してくれよって思うんだよ本当。今日何言ってんだろう、もうブツ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 。そんぐらいもうね、頭の回路が今日おかしいの俺もう。マジで。もう本当にこのハイボールのおじさんのおかげでだんだんと鎮静してきたけど、危なかった本当に。闇からなんかこう
はーっていうのが暗黒の音が聞こえてくるの、俺の中で。その声と同時に、その地獄の黙示録みたいな、てて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 てこういうシーンになっていっちゃうんで、頭が。ああ、危ないんだよ、これ。必死耐えてるよ、こう。耐えているんだけど、頭の中でそういうなんか、なんか、レクイエムになっちゃって、ずっと。と、このおつまみ買ってる時も、ずっと頭の中地獄の黙示録だから、もうわけわかんないんだよ、もう。わーって。戦争だー、みたいな。戦争だーって。パパーみたいな。パパじゃねえな。戦争だーみたいな。もう絶対許さない、絶対許さないみたいな話になっちゃうんで、もう勘弁してほしいみたいな、もう本当に。いつも温めんだもん、これ。温めてないもん、今日俺。どんだけ綺麗でしてるか分かるもん、俺。なあ。いや今日はきつかったな、精神バランスマジで。今日はほんときつかった。一回ね、闇の方に触れるとね、俺戻ってこれないんだよな、一日中。もう本当に毒しか出てこねえよ、マジで。今日は ウイスキーがしみるね。神がいるならばこの試練を乗り越えさせてください。本当に試練っていう試練じゃねえんだけど、もうほんとムカついてしょうがねえんだ、マジで。ムカついてしょうがねえんだよな。ほんと。っぽいな、すげえ。鎮静剤だよこれ、自分のイライラを。我慢できねえもん、なんか、抑えてる。ああ、こんな日もあるよね。ね、バットの日ね。ということで今日はね、もう。頭がもうやばいんで、なんかイライラと落ち込みと、なんかふわふわと、なんかふわーっていうのが、まあ、めちゃくちゃなっちゃってる、頭が混乱中なんで、もういます。またね。